おはようございます。釣り子 TV です。 Amazon から小包みが届きました。これね、注文していたルアーがですね、発売日になったから送るよみたいな感じで届いたんですけども、じゃあね、何を買ったのか、まあ早速開けていきたいと思います。よいしょ、これ当てて、おいよ、ダーン、うわ、きったな、これはでっかいぞ、思ったより。おっと、メガドック、ね、メガバスのですね、新しいトップウォータールアーっていうことでね、キープキャストの会場なんかでも見てちょっと気になっていたんですけども、綺麗に剥がせますと、ちょっとあペロッと剥がして、はい、出てきた、メガバスのメガドック、超ね巨大ペンシルベイトっていうことで、なかなかのやっぱり大きさですね。パッケージはねこんな感じ、説明書きもいろいろ書いてありまして、値段は4104円っていうことでね、まあ4000円ぐらいっていう感じなんですけども、それでねこの大きさのルアーっていうのがねまずいいなと思ったんですよね。このビッグなペンシルベイトっていうとやっぱりハンドメイドとかウッドのものが多くてですね、どうしてもあの結構1万円近い、まあ8000円とかね、1万円とかそれぐらいで販売されているルアーがほとんどの中ですね、まあ4000円っていうのはね結構ねこの大きさのトップウォーターにしたらちょっと安い方なんですね。まあ買いやすい価格ということで、でまあじゃあ早速開けていきたいと思います。ケースもなんかすごい、はい、じゃじゃじゃーん、うわー、これね、まあ自分手はちっちゃい方ですが、にしたってねこれ両手でちょっと余るぐらいの大きさね。メガドック220メガバスということで、スパークルドチャートっていうのを買ってみたんですけども、まあまあまあ、はい、じゃあ見ていきたいと思いますが、でねちょっとねカメラをね入りきらないんで遠目に構えてるんですけども、こんな感じ、ね、まず顔周り、ね、目がギョロリーンとしていて、で口がこういう感じなんですね。顔こっちから見るとなんだろうね、三角形みたいな感じのね、そういった感じに見えますね、こんなね。はーい、顔で、まあ、側面に行くと、まあ、ストライクドットみたいなのがあって、で下がつるんとなっていて、上がこうポコッとなっている、まあ下の方がこうスルってなっていて、あ、でここになんか出っ張りがありますね。この出っ張りなんかが効くのかな、動きの肝なのかなってちょっと気になる出っ張りがあって、結構ねリアルな感じのこの白カラーとかそういったのもねあったんですけども、まあトップウォーターなんで遠くで見えた方がなんか楽しいかなと思って、このマッキッキー、まあ腹がねオレンジなんですけど、こんな色を買ってみました。で、あ、これは嬉しいですね。ここと、ここと、ここ。3箇所ともですね、このくるくる回るようなね、こういった仕様になってるんですね。あのメガバスのメタルバイブなんかに最初採用されてましたけどね。バレやすいルアーを、ここの、ね、ここが、まあ、水ベルが埋め込まれてるっていうことですよね。ここがくるりんぱとすることによって、なんだろう、不意のバラシ、こうロックした状態でプリッて外れるようなのを軽減するためにもう魚に食らいつくね、そんな感じので、いろいろそうっすか。でダブルスプリットリングなんですね。最初からスプリットリングが2個つい
ていて12ってついていて、それでこのフックに、繋がっている。これは3箇所ともですね、まあ、可動範囲がこれによってここの回転プラスここの可動域がくにゃくにゃに動くことによって、もう魚に針が食いついたらなかなかバレないよっていう工夫が、もうねパッと見た吊るしの状態で1箇所2箇所って施されているんですね。でね、これね針もね、なかなか最初からすんげーいい針をつけてくれているような気がしますね。なんだろう、ギャンギャンの針ね。でこのまあ大きさのルアーだと結構ね、まあ2つの針で、針がでかくなって、でもねシーバスを狙うルアーだったりするんですけども、あんまり針が大きいとシーバスって大きさの割にね、なんだろうかな、そのちょうどいい針乗っけてないと結構口にかからないんですよね。だからでっかいルアーだからといって超でかい針をもう背負わせたくない。ただペンシルベイトの場合だと、そのこの後ろに重心があったりするのが肝だとするんで、この、まあ、ドッグウォークするために後ろに重心を持っていきたい。そうするとかかりを良くしたいからといって針を小型化したりすると途端にドッグウォークしなくなったりすることがあるんですよね。ということで、重い、まあ、バランスのあった針、巨大な針を乗せちゃいがちなんですけど、そうすると動かなくなる、うん、だからまあなんていうんですかね、困ってたんですけども、これはもう最初から今ねちょっと手振っただけでジャスってね刺さりそうな強力な針がバランスよく3箇所にこう配置されていることによって、そのシーバスの冬のね結構ねエラー洗いとかであーっていうねバラシが多いんですよね。大きい魚なんてあのものすごい何キロもある体を全身を使ってこうエラー洗いね、ヘッドシェイクするんで、その瞬間にバヒョーンってこうルアーが外れちゃいがちなんですけども、できるだけそうならないようにするためのね鬼がかり仕様の針が、あとギミックが満載っていうことで、これがね4000円の中に入ってるっていうのはやっぱりお得じゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあで裏に説明書きなんかが書いてあって、メガドッグ、あ重さがねまずあの 130g ね、130g で、で長さがですね、220mm だよということで書いてあります。で裏の説明でいくと、シーバストップゲームに圧倒的インパクト、メガドッグはメガバスが誇る、機内の名作ドッグ X のポテンシャルを異次元レベルまで高めた対モンスターシーバス用のスペシャルウェポンです。この城やボラといった大型の魚を水面に追い込んで捕食する巨大シーバスを想定し、常識的範疇を超越した強烈なインパクトとアピール力を装備、またビッグサイズでありながら引き抵抗は極めて軽く、リーディングだけでベイトが逃げ惑うスライドアクションを演出できるセッティングはアングラーの負担を軽減し、ビッグベイト、トップウォーターゲームの醍醐味を存分に味わっていただけるメガサイズのペンシルベイトです、ということで、この中に入ってるギミックについて書いてありますね。まずダブル慣性バランサーシステムっていうのが入っていて、アクション視点とは異なる場所でウェイトが移動する慣性バランサーシステムを2箇所搭載、メガサイズペンシルながらいかなる条件でも正確なスライドアクションが演出可能です、ということで、ですね、アクション視点のウェイトがここに入っていて、ね、後ろ重心のでここにこういうね横に慣性バランサーシステムってね、ドック X の頃からあるこの中にこう弾がピン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 って移動する玉がですね2列ね入ってるみたいですね。これによって力強くねドッグウォークするということでですね、そういったのが、搭載されているのと、 あとさっき話してたこれですね、パワースイベル&ステンレス貫通ワイヤー、フックアイには追従性の高い
超高強度のパワースイベルを採用し、さらに 1.4 ミリ径の極太ステンレス貫通ワイヤーを一体化させ完全武装。巨大シーバスの強烈なヘッドシェイキングによりバラシを軽減化。たとえボディを破壊されたとしても確実にランディング可能。すべてはモンスターシーバスを取るためのスペシャルメイクです。ということで、中がですね、極太のステンレス貫通ワイヤーということで、多分こっからね、この口のここから、まあ、これに繋がってると思うんですけど、こうね、こう一本物でね、ごっついワイヤーが入っていて、それが各ね、このスイベルに繋がっていることによって、まあ何ですかね、これぶっ壊されることあんまり、これぶっ壊されたらもうちょっと世も末だなと思うんですけども、でもそっか、まあロフトかな、そういう超巨大青物とかも想定しているのかな。まあシーバスに食われて引っ張られて破壊されることはないと思うんですけども、まあさらなるね超特急の大物を狙う時なんかも、まあ、貫通ワイヤーが入っているから安心だよと、こういうことになってるみたいですね。で、今日はですね、これのね、まあ、おじいちゃんというかね、おばあちゃんなのかちょっとあれですけども、ドック X 一つ持ってきてみました。はい、これね、初代のドック X ね、昔のパッケージで、まあもうちょっとホコリもかぶっちゃってるんですけども、どんくらいね大きさが違うのかちょっと見たくてね持ってきてみました。はい、これ懐かしいでしょ。メガバスってね、プリントまだされてない頃のやつで、スライディングモデルのですね、S っていうのが、カッコ S っていうのが書いてあるんですね。ここからね、こう、メガバスのトップウォーター伝説が始まったんじゃないかなと思うんですけど、で、このシールアイのね、一番最初の頃まだシールだったんですよね。このモデルがね、ちょっともう廃盤に、金型が壊れて廃盤になるよなんていう時にね、慌てて、初期のやつね、見つけて買ったんですけども、まあまあまあ、じゃあ比べてみましょうか。はい、これコアユとかトラウト用のペンシルじゃないですよね。えまあまあ普通のサイズのこれドック X なんですけども、それと比べてみると、はい、その差歴然。メガと歌うだけありません。まあこれの後にね、ジャイアントドック X とかね、最近はまた違った感じの大きなペンシルなんかも出てますけども、それをさらにもぶち越えていきましたね、メガドック。こんなにね違うんですね、針の大きさなんかもね、こうとんでもないサイズね。まあ腹折れ、まあ腹折れ好きなんですよね、なんとなく。まあ宝寿司も腹折れ腹折れが並びましたが、それにしたってこのね大きさのさね、こうなるかすごいですね。ちょっとなんだ、比べてみようと思ったらとんでもないことになりましたね。はいはい、まあこんな感じでですね、まずね、こっちが一番最初のドック X で、何がこう時代が進んでいったのか、今こういうことになっちゃいました。メガドックだとこんなに大きいよ、ね、はいはい。じゃあね、次はね、これをねどういう時に使うのかね、実はねその釣り好きなんで、結構これのまあ大元になるルアーと言っていいんじゃないかな、結構好きでやってる釣りがあって、そのルアーを紹介したいと思います。はい、持ってきました。これがね、ヘドンのマグナムザラスプークってやつなんですね。まあまあまあ、マグナムっていうだけあって、メガじゃないですね、メガザラスクープじゃなくてマグナムザラスプークなんですけども、こんなね、こんな感じ、結構ね大きいんですよ。これでねシーバスを狙うっていうのが近年流行っていて、ただ残念ながらこのルアー廃盤になってしまったということで、でまあね、ウッドのやつとかね、いろんな大きなペンシルが、まあ、これが廃盤になった後ですね、いろいろ出てきて、でこれなんかはねもうだいぶ買いづらくなっちゃってるんで、プレミアみたいになってきちゃってるんですけども、こういったですねやつでシーバスを狙うっていうのがあるので、まあこう比べると、あらメガドックの方がでかいじゃないのよってね、こう思うような、そん
な大きさなんですけども、実はねこのマグナムザラスプークにさらに親分がいて、それも持ってるんですけど、はい、これはねヘドンのスーパーマグナムザラスプークっていうことで、こんな感じでね親分がいるんですね。こっちよりでかいよっていうねスーパーマグナムがいるんですけども、それと比べてみると、あ、ぴったりぴったりカンカンですね。ぴったりカンカン、だいぶ大きさ感的には似てるんじゃないでしょうか。このねスーパーマグナムザラスプーク、これを使って巨大シーバスを狙おうぜっていうのが結構東京湾で流行っていて、でそれに対応したルアーっていうことでいいんじゃないかなと思うんですよね。でね、これなんかはね女性だったりしてて、ほらさっきちょっと話していた、自分の場合はねスプリットリングをここを3連結にして、それにちょっとこの長さのルアーにしたら小さい針をつけてるんです。で前の方もバランスを取るためにこの2つスプリットリングをつけて、やはりねまあそれでもねごつい針なんだけど、こんな感じでちょっとボディにしたらちっちゃめの針を搭載している。これはねここの可動域を広げるっていうのももちろんあるんですけど、まあここスイベルじゃないからもちろん動かないですけどね、ザラはこんだけスプリットリングを増やしてようやく動くようになったんですね。このバランスが取れていないと、あとタックルバランスとかが取れていないと、こうね全然首振らないんですよ。難しくて、でなんだかんだ調整して現場でね手持ちのスイベル増やしたりして、ようやくバターンバターンバターンってねなりつつ魚かけれるようになったのが、まあこういう状態なんですね。でまだねメガドックでは魚釣ってないんで、こんなんで本当にシーバス釣れるのかよね。去年ね撮った映像がありますんで、まずはご覧ください。うわ出た、うわ出た、おっしゃ出たぞー、いやー一匹バレっかなこれは、いやーいしょ、流し込むよ、おっしゃー、ありがとう、外れたー、はーい、マグザラでもう一本、こんなね、でっかいルアーで釣れちゃう感じです。いいね、これよいしょ、いい、はい、こんな感じで案外ね、投げると釣れちゃうっていうね。で、出るとね、結構70アップ近くはね、確定してくるね。で、夢の90センチオーバーのね、ランカーシーバスも狙えちゃうよなっていうことで、近年ですね、こういった巨大ペンシル使おうぜみたいな感じで流行ってきているんですけども、でまあ今年もねこれからねやろうかなということで、まだやってないんですよ。っていうのは、これが効くシーズンのポイントとしてあるのが、このシロっていうね魚が餌になったところからスタートっていう感じなんですね。結構ねそのシーバスってその時食う餌を変色
する傾向があるような感じがあって、まあ、いろんな海だから餌いるんですよね。ボラであったり、イワシであったり、サッパであったり、はたまたね、川なんかだと、例えば、そこのハゼ食ってんじゃないかなみたいな時もあれば、まあ、バチ抜けシーズンで有名な、5回食ってる時期ね。あとはね、超小さいエビ食ってるパターンとかね、いろんなのがあるんですけども、秋のね、中盤から後半にかけて、この城っていう魚ね、この城カラーで有名ですけど、この城っていう餌がベイトになった時、そのベイトになる餌がこんなでっかいんです。でんごつい。もう手のひらはみ出るぐらい。でっかいのがベイトになる。で、それが群れでいるもんだから、シーバスが盛んにその辺に突っ込むんですね。楽ではないんでしょうけども、すごい群れで、だいたい同じところに、いる間はいてくれるんで、で昼の間ね、食いやすいっていう感じなのか、昼間盛んにそれをシーバスが追いかける、食べるね。でそんな時にこの城好きの魚を狙うので、今流行っているのが、マグナムスプーンの釣りね。でそれってのは結構終盤戦になってからで、その前の今から、そうですね、まあ、これから始まってで、ちょっと寒くなってくると終わるのが、こういう水面でトップウォーターを使ってそいつらを誘い出すというね、これが面白いんですね。何にしろすっごいちょっと見たことないような水柱が立つんで、とんでもなく面白い。でかかる魚は全部、腹パンパンの超大物、この白食いのランカーシーバスっていうことで、今年はそれをまたここら辺のね、ヘドンのルアー使って狙おうかななんていうのは、計画しているんですけども、そこにあってね、まあでもこれも売ってないんでね、復刻してくれない限りなかなか買えないから、どうしたな、困ったもんだなって。で使うごとにね、結構ねこれ腹がね削れてくるんですよね。1日やってるとね、だいぶここがえぐれてしまってね、カラーが飛んでしまったり、あとは中の内臓の木が見えてきたりするんですけども、ここぞっていう時に使いたいな、それ以外の時、しかもバラしたくないなんていう時に使うルアーが欲しかったんで、まさにこれなんですよね。まだ出たばっかで、さすがにすぐに廃盤にはならないでしょうし、あとはそのこんな大きなね、ルアー食ってきた魚何としても船にあげたいですよね、メモリアルとして。そんな時にこのバラさないシステムがめちゃくちゃついていて、でトップウォーターの釣りなんでね、ミスバイトが多いんですよね。横に出た、かかんなかったとかね、よくあるんでね、出た魚は何としてもかけたい時にこの効きそうな、トリプルフックがトリプルついているっていうね、この仕様、これはねちょっとね。で東京でね、そんなランカーシーバスが狙えるっていうのもまた夢があるじゃないですか。あとはね、地方の河川とかでも超巨大な餌が偏食されている時なんかは絶対効くんじゃないかななんて思うんで、まあね、4,000円だったらこれ1本買っとくべきだろうってね、シーバス好きな人だったらね、1個買っといた方が絶対ねいいんじゃないかななんていうふうに思いますけども、まあそんな感じでいよいよ、シーバスもシーズンイン。まあこれ以外にあとビッグベイトね、なんか尺腕で釣るのが流行ってた瞬間なんかもあったりしてね、ビッグベイト、結構去年はジョイクロのマグナムとかでね、なシーバス釣れたりもしたんで、ビッグベイトで狙うのもあるんですけども、ビッグベイトってやっぱ1個沈んでるから、ちょっとシーズンが1個進んだタイミングで聞き出すんですよね。そのちょっと前に、めちゃくちゃ面白いのが、強大なこのトップウォーターを使ってのペンシルベイトゲーということで、それに照準を合わせてテストが繰り返されて、いよいよね市場に登場ということで、でまあこんなねファンシーな色、あとね、こういう色も出してほしいですね。もうなんかね、ザ・オールドプラグみたいな巨大なこのザラで釣るっていうのがね、結構流行ってるんですよ。まだね、ちょっとね、メガバスならではのリアルカラーとか、これが一番なんかファンキーな色だったかななんていうふうに思うんですけども、こういったね、レッドヘッド、ちょっと昔風のレッドヘッドとか、ね、こういうフロッグカラーとかね、あとは黒骨みたいな色とかね、そんなのが出てきたらもうね、追加で買いたいななんていうふうに思いますけど、なんだろうな、オンラインストア限定とかでも何でもいいからね、ぜひ検討してもらいたいななんていうふうに思います。
というわけで、つらつらと語ってきましたが、まあ、130g もある重いペンシルベイトなんで使う道具なんかも結構限られてくるんじゃないかななんていうふうに思います。実際にね、これで魚を釣ることができたらこんな糸の太さでこんなパワーの竿で釣れたよなんていうのも合わせてご紹介できればなというふうに考えておりますので、ぜひ、ご期待ください。というわけで本日の釣り講 TV は、メガバスから新しく出たですね、超巨大、ペンシルベイト、メガドックね、これを、買ってきてみたよ、アマゾンで届いたと、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。